今月後半には軽石が関東東海沿岸の広範囲に近づくと予測されています。ジャムステック海洋研究開発機構は各地で漂着している軽石の最新のシミュレーションを公開しました。時間が経つにつれ太平洋に出てくる軽石が増え、12月後半には関東や東海沿岸の広い範囲に近づきます。大量の軽石が漂着している沖縄周辺では本島西側を漂流する軽石の一部が北上し、黒潮に乗って太平洋に向かうということです。石垣島など先島諸島周辺では風の影響が強いと漂着する量が増えると予測しています。